田中どうするか、一度外に出します。マーフィーが取りました。シュート打った、ショットクロックギリギリ決めてきました。いやよく決めました。外スモールフォワードのポジションでプレーしてくるので、あ、広島ゾーンディフェンスに変えてきましたね。広島ポイントガード田渡り代わって入っています。早めに打ってきた松脇が決めた、いきなり3。横浜戦でもロングスリーがありました、超ロングスリーがありました。スピンムーブしてエチェリケダンク、流れを変える一発となったかどうか。いや、どの選手もシュート力もあって、守るあの狙いを絞るのがすごい難しい状況が長い時間続いてましたね。橋本のスリーポイント右45度一発で決めてきました。ここは一旦立て直します。朝山ミッドとミスマッチになっていました。朝山その上から打った、あ、一発から決めました。ここからさらに差を詰めていきたいところです。広島まずは守りから、前田早めのスリー、あー決めてくる。これをマーフィーカットしようとしましたが、マブンガは打たない、遠いところ空いていて前田のスリー、ジャンプしてスリー決めた。ケネディ乗ってきました。あ、そして早めのマブンガ、これが決まってきます。ここでブザー。広島はベテランの朝山が入っています。田中もそのままいます。そしてアリウープ、ソロモン、マブンガこのシュート決まる。マブンガがゆっくり3秒、ここからパスでした、シュート、橋本ブザービーターになるか、決まった。ミトがボールを運んできました。ポイントガード役割はマブンガですが、このミトが自らスコア、スミスに入る、もう一度マブンガです。マブンガでトレーラーついています。ここファウルトラップなので狙ってますね。そしてダンク強烈、これを見てマブンガのあのダンク、そして朝山うまさがかかりました。橋本、水戸、そしてソロモン、ソロモンに入れてきた、かわしてのダンク、3本目でしょうか。橋本がスクリーンをかけて、その橋本ゴール下に入れて、あ、ボールを決めるソロモン。広島もディフェンスにはいきませんね。このままゲームが終わります。1秒、今ブザータイムアップ、ゲームが終わりました。